次に稲津久志君。稲津久志君。おはようございます。私は今日は酪農対策のみ質問させていただきたいと思います。対応を3問質問いたします。時間がありませんので早速本題に入っていきますけれども、まず1点目はですね、国産牛乳乳製品の消費拡大ということで、とりわけチーズについてお伺いさせていただきたいと思っております。国産の牛乳乳製品の需要が、コロナの感染などによりまして、落ち込んでいる、その結果現場ではですね、この牛乳の需給調整をせざるを得ない状況となっているということ、一方でですね、これはもう何年も言われてきていることですけれども、まさにこの問題提起しなきゃいけないのは国産チーズの需要拡大であるというふうに思っております。国産牛乳のこのチーズ向けの需要量は約40万トンぐらいということで、これは輸入の乳製品の中の、チーズ、比べるとですね、輸入の方のチーズは360万トン余りですから、実に9倍ですよ。悲しいことに輸入のアイスクリームなどはですね、57万トン、だからこれにも及ばないという現実があるということ。今回、令和4年度の第二次補正予算では、国産チーズ生産奨励事業、またチーズ工房等の生産性向上支援、また国産チーズの品質向上、ブランド化、消費拡大支援、こうしたことが予算化されていることは、これは喜ばしいことではありますが、やはり何よりもですね、この輸入品から国産品への置き換え、すなわち国産チーズの消費拡大というのが広がっていかなければ、問題のですね、この進展にはならないわけで、そこで伺いたいんですけれども、この国産チーズの需要拡大について、具体的ですね、今後の対応策についてまず伺っておきたいと思います。渡辺畜産局長。これはあれ角田政務官に、いいですか。角田農林水産大臣政務官。生乳需要を確保し、国産牛乳製品の消費を拡大するためには、今、稲津委員がご指摘されたとおり、国産チーズ市場を拡大していくことは、非常に重要なことであるというふうに認識をしております。我が省としては、国産チーズの競争力の強化を図るため、総合的な TPP 等関連政策大綱に基づき、原料となる生乳の高品質化、国産チーズの製造コスト低減と品質向上、ブランド化等に対する支援につきまして、令和4年度第二次補正予算において措置し、引き続き支援することとしたところであります。近年は国際的なチーズコンテストで、複数のチーズが金賞を含め、上位入賞を果たすなど、国産チーズの品質の評価は高まっており、ここ、昨年、一昨年と見ましても、わずかずつではございますけれども、国産チーズのシェアが向上してきているところでもございます。さらなる国産チーズの競争力強化、需要拡大に向け、引き続きしっかりと支援を行ってまいりたいと思います。稲津久志君。はい、ありがとうございました。国産チーズの需要拡大、これはこれまでも常々言われてきたことでありまして、しかしですね、具体的な成果がまだこう見えてきてないんですね。そこでぜひともこの酪農を取り巻く厳しい状況をですね、大いなる転換の時、そういうふうに捉えて、ピンチをチャンスに、切り替えていただく、積極的な取り組みを要望いたします。次の質問に移ります。次は加工原料乳生産者補給金と収送乳調整金についてお伺いさせていただきます。先日 JA 北海道の小野寺会長が
畜落対策を野村大臣に要請をいたしました。特に加工原料乳生産者補給金について酪農の置かれている厳しい現状を鑑みた単価の引き上げと交付対象数量の適切な引き上げ、これを求めたところでございます。昨年から今年にかけてですね、酪農現場を直撃する大変に厳しい、そのような状況が続いております。もう言わずもがなですけれども、燃油の高騰から始まって、飼料、餌代ですね、そして、この肥料の価格高騰、さらに酪農生産資材の一連の価格高騰ということで、これがね、うなぎ登りですね。だからそのために、この生産コストが急激に増しているということ、もうご存知の通りです。国産牛乳乳製品の需要も、冒頭申し上げましたように、コロナの影響があって、ここ数年低迷をして、もう酪農家を取り巻く環境は最悪だと、このように言っても過言でないと思います。このまま酪農経営を続けてもですね、見通しが立たない、将来だけじゃないですよ、もうここ数年のところの見通しも立たない、展望が開けないわけですね。したがって離農を決意したと、こういう本当に悲しい言葉も聞いております。そこで伺いますけれども、この酪農経営の安定化、これが確実になるようにですね、加工原料乳生産者補給金を大幅に引き上げるべきだ。合わせて数量についても現状維持していくべきだ。それから収送乳の調整金についても、燃油の高騰と条件不利地、そうしたところを含めて確実に収入ができるようにですね、単価設定を求めたい。こうしたことに関して、大臣のお考えを伺いたいと思います。答弁を求めます。野村農林水産大臣。はい。稲津委員にお答えを申し上げます。先ほどお話がありましたように、今週は北海道の皆さん方が、大変多くの皆さん方からご要請をいただきました。その中身はもう今委員おっしゃいましたように、補給金の単価の引き上げ、あるいは収送乳の引き上げ、あるいはまた限度数量の維持、こういったようなことが主な内容だったと思っておりますが、これらにつきましては加工原料乳生産地域の再生産を旨として生産コストの変動や物価動向等を考慮して、最終的には食料農業農村政策審議会の意見を聞いて決めると、こういうことのルールがございます。今年度もこのルールによりまして適切に算定をするということを申し上げたいと思いますが、ここ2、3日うちには必ず皆様方にご提示できるのではないかと、こんなふうに思ってございます。稲津久志君。はい、ありがとうございました。そしてもう一点ですね、今度は喫緊の対策を求めておきたいと思うんです。農林漁業セーフティーネット資金、これコロナ特例ですけれども、借り入れが増加しています。 JA 北海道新田の取り扱いでは、令和4年度4月から11月までの間の貸付実績と実行予定で約110億円を超えてます。令和3年度の貸付実績が45億円安く、実にこの時点で3倍になってるわけですね。そしていよいよ中にはこの使用期間が終わって消化になる、もう酪農家非常に頭を抱えている現実です。さらに濡れ子の価格の低迷、これもほとんど値段がつかない状況になった。ですから副産物収入もないに等しいということでございます。政府はこれまで補正予算や予備費を使って支援されていることは、私は一定の評価をさせていただきたいと思いますが、現状は、抜き差しならぬ危機的状況である。緊急の対策として2点申し上げたいと思います。1つはセーフティーネット資金の償還にあたって、
既往資金の柔軟な条件変更と返済負担の長期平準化、でもう一つは、酪農経営に対する緊急的、追加的支援を講じること、今、この国が、取り組んでいただいたですね、酪農対策で、北海道の1頭当たり7200円、これは残念ながら効果は半減でした。酪農経営を確実に支援するために、この際、機動的な追加支援を要望いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。委員長、野村農林水産大臣。はい、お答え申し上げます。今、ご意見がございました、条件変更と、まあ、特にですね、資金につきましては、農水省の方から各金融機関に対しまして、資金の円滑な融通、あるいは返済猶予等の条件変更への対応を依頼しておりまして、11月22日付で、各金融機関に連絡をさせていただいたところでございます。特に北海道の話も我々も十分聞かせていただきまして、政策金融公庫なり、あるいは農林中金なり等々に対しまして、12月の1日に通知を出させていただいたところでございまして、なんとか酪農家の皆さん方が年を越せるようにしてくれと、こういうことをお話をさせていただいているところでございます。したがいまして、政策金融公庫ではセーフティーネット資金の5年間の無利子等々ですね、いろいろ条件を緩和した形で変更をしているところでございまして、また現在行われております、来年度の畜産物価格の改善に向けた対応、例えば和牛受精卵の利用等について、どのような対応ができるのかと、まあ、こういったようなこともいろいろご提言をいただいておりますので、こういったどういうことが可能かどうか、今省内で議論をさせていただいておるところでございますし、またそれぞれの党からも我々に対するご提言をいただいているところでございまして、これらを参考にしながら決定をさせていただきたいと思っております。終わります。稲津久志君。はい、次に庄司